天然ちゃんにサクちゃん、チース、何の話してるの？恋バナです。嘘、天然ちゃんの恋バナ、これは大ニュースだ。雑なごまかし方はよせ、ニューランはすぐ立つだろ。あと天然ではないわ。かやもりさん、少し相談に乗ってもらえないでしょうか？おい、そいつに話すのか？私たち二人で話していても打開策が見えてこなかったので。あれ？思ったより真剣な話？秘密なら守るよ。わかった。かやもり、誰にも言うんじゃないぞ。実を言うとな、わしは…くぅ…ブンゴと…遊びたいのだ。はい？テンネさんは、ブンゴさんと山脇さんの悪の組織ごっこに混ざりたいのです。なんだこの可愛い悩み。お友達グループに入りたい小学生か。うるさい、こっちは真剣に悩んでおるのだ。何を悩むことがあんのさ。入れてって言えば入れてくれるでしょ。問題はその後だ。文吾さんと山脇さんの悪の組織ごっこの設定は、世界征服を目指すマッドサイエンティストとその手下です。この科学テイストの世界観にポストローブの魔術師が入ったら雰囲気ぶち壊したろ。天然ちゃんがその帽子とローブ脱げばいいだけじゃん。この帽子はわしが魔術師たる誇りだ。脱げるわ。天然ちゃん指をスルーしてでもこの姿は貫くぞ。だがスルーもせんぞ、天然ではないわ。わがままだな。まあでも事情は分かったよ。文ちゃんの夢を壊さないように悪の組織ごっこに入る方法を考えたらいいんだね。うむ。こういうごっこ遊びって言ったもん勝ちなところがあるじゃん。だったら天然ちゃんも先に自分の設定を準備して、それを演じながら登場すれば文ちゃんたちの世界に入れるんじゃない？確か前にアーさんが怪人金髪忍者って役で一緒に遊んでたよ。ちなみに私は怪人片目女だった。では、怪人ロリ魔術師でしょうか？ロリではないわー！あと、ただの怪人役ではなく、もっと特別な立ち位置で混ざりたいのだ。結構欲張りだね、天然ちゃん。例えば、山脇率いる悪の組織のライバル的な、蘇った古の魔術師という設定はどうだ？ノリノリじゃん！では、その設定でいいか。山脇さんに聞いてみましょう。頼む。あと天然ではないわ。OK だそうです。その設定で合わせるから、いつでも遊びに来いとのことです。よし、それじゃあ早速行こうぜ。少し練習をしたい。半端な演技で割って入れば、それこそ水を差すだけになってしまう。ノリノリじゃん。でもその心意気はよし、協力するぜ。私が今からワッキーの真似をして名前を聞くから、設定を生かして名乗りを上げてくれ。うむ、頼む。よし。ふっふっふ、この私が率いる悪の組織に立てつこうとは、いい度胸じゃない。名乗りな。わしは世界の真理をこの手に収める、イニシエの大魔術師テンネである。おーよみー。これは思わず私も大声を上げてしまいました。そんなにか、そんなにひどいか。ひどい。これは文ちゃんの夢も一瞬で覚める。そこまで言うならお前はできるのか。いいよ、天然ちゃんネタ振りやって。ふっふっふ、この私が率いる悪の組織に立てつこうとは、いい度胸じゃない。名乗りな。こ
これはひどい。そしてこの私が世界の真理をこの手に収める古の大魔術師カヤモリです。お見事です。感情が入っています。だが今のわかりすぎんか。古の大魔術師としての威厳に欠けるぞ。まあライブパフォーマンスみたいになっちゃったしね。あの、僭越ながら私が演じてみてもよろしいでしょうか。桜庭が天音さんの一助となればと思いまして。気持ちはありがたいが、お前に悪役のような真似できるのか。ふっふっふっ、この私が率いる悪の組織に立てつこうとはいい度胸じゃない。名乗りな。いきなり始まった。私は世界の真理をこの手に収める古の大魔術師桜庭である。はっ、思わず平伏しちまった。神々しさと圧がすごい。占い師は雰囲気作りも大切ですから。ここまでやると文ちゃんが怖がるかもしれないけど、こんな感じだよ天然ちゃん。よし、やってやる。あと天然ではないわ。テイク3。わしは世界の真理をこの手に収める古の大魔術師。なんか喋り方がわざとらしいな。もっとワッキーみたいにやってみてよ。キャラかぶりせぬか。ライバルキャラという設定なので多少は大丈夫かと。テイク11。わしは世界の真理をこの手に収める古の大魔術師。喋り方をもう少しゆっくり、余裕のある感じにしてみましょう。よし、それじゃあテイク23、行くぞ。来い。ふっふっふっ、この私が率いる悪の組織に立てつこうとはいい度胸じゃない。名乗りな。わしは世界の真理をこの手に収める古の大魔術師天音である。グッドです。これならあの二人の中に入っても浮くことはないかと。うおー、そうか。二人とも感謝する。それでは行ってくるぞ。ああ、楽しんできな。